5月29日、松山市文教町の松山大学暇田キャンパスで、松山市公営企業局と松山大学の学生が、共に水道の未来を考える会議を行いました。これは松山市公営企業局が水道利用者に水道事業への理解を深めてもらおうと行っている取り組みの一つで、若い世代の代表として松山大学経済学部の学生とともに水道のイメージアップ戦略を考えていくものです。この日はこの取り組みについての概要説明や松山市の水道事業についての説明が行われました。松山市公営企業局ではですね、現在広報活動に特に力を入れておりまして、今後の水道事業に生かしていきたいという目的でですね、若い世代の代表としての松山大学生の方とですね、一緒に水道の事業についてのことを考えていこうという形で連携がスタートしました。今回ご説明した内容ではですね、全て水道事業のことをですね、分かってもらっているとは思っていないので、今後は浄水場の見学であったりとかですね、得意分野でありますですね、財務状況などを踏まえまして、また複数回実施していく予定となっております。今後は会議を重ね、学生の皆さんとともに水道のイメージアップについての方策が考えられるとのことです。